こんにちは、阿部チャンネルです。首どうされたんですか？痛めまして、頸椎椎間板ヘルニアになってしまいましてですね、長年の疲労、あとなんか遺伝もあるらしいんですよね。骨格とか椎間板の硬さとか、神経があって頭があって首の骨が変わっちゃって、そこがこう起こってこう椎間板っていうのが、骨と骨の間のクッションみたいになってるのがあるんですけど、それがブチッと崩れてビッと出てしまって、神経を圧迫して首とか、あとは私の場合左手なんですけど、痛みとか痺れが出てるような状態なんですけど、それでこれをしてます。だから神輿の担ぎすぎがトリガーになったんじゃないかっていう話もあるんですけど、あまり無理をしすぎないように皆さんお体ご自愛くださいということでですね、今日は音北さん10周年40歳誕生日記念パーティー、どんな様子だったかっていうのを少しお話ししていきたいんですけど、まず当日ですね、300人以上、350人ぐらいわーっと集まってて、それまで政治活動でお世話になった人とか、僕はすごくずっと音北と一緒に政治活動してたのもあって、共通の知り合いもたくさん来てましたし、まあ、あとは東京維新の議員ですね、地方議員の皆さんも結構ほぼ来てたんじゃないですかね。あとは多分当日ご挨拶に来られたような方とか、メディアの方とかわーっといらっしゃってですね、非常に盛大でした。で、私司会をやらせてもらったんですけど、やっぱりね、まあ僕もすごい感慨深いなと思って、最初の彼の初陣の東京都議会議員選挙の時から友達だったっていう縁で、手伝って選挙チームのリーダーやってっていうところから、10年間で、あ、こんなにたくさんの人たちに支えられてやってきたんだっていうところで非常に感慨深かったですね。あとはね、本当に参議院議員に押し上げてもらって、政調会長にもなって、さらにそこから東京衆議院に鞍替えをして東京1区で挑戦するということで、たくさんの人に応援してもらってですね、非常に素晴らしい空間だったなと思いますよ。当日どんな流れだったんですか？当日はですね、ゲストの方々のご挨拶がまずあって、馬場代表、藤田幹事長、柳瀬博文総務会長がやってきて、まあ、乾杯とか挨拶とかして、その後ですね、パネルトークがあって、馬場さん、藤田さん、音北で、本来遠藤国対委員長が来るはずだったんですけど、ちょっと仕事で出れなくて後で遅れていらっしゃったんですよ。で、急遽代打で柳瀬さんがパネラーとして登壇をして、それを元国民民主党とか民主党の議員だった山尾栞里さんがお出になられて、友人ということで、最近は弁護士として憲法改正のシンポジウムとかいろんな活動をされているんですけれども、山尾栞里さんがなんと司会を務めてですね、非常に盛り上がりました。で、その後男子チア、スーツを着た男子チア集団がわーっとやってきて、チアダンス、あれを披露してですね、早稲田にショッカーズって非常に有名な男子チアの桜あるんですけど、小説になったり、アメリカの大会で入賞したりも結構すごいんですけど、僕がふんどしの男祭りとかって作った時と同時にできたんですけど、なんだろう、このかっこいい集団とこの色物の集団の差はみたいなということで、当時がすごい注目したんですけど、まさかあんなすごい団体になると思わなかったんですけど、最後自分大好きな音北俊さんがですね、ダンスに入って、もうビシッと踊ってですね、かっこいいっていう感じで締めくくられたと。あとね、お父さんとお母さんとご家族に感謝の花束を渡すっていうようなタイミングもあって、それもすごく良かったですね。お父さん、誠さん、最初の選挙の時とかですね、車運転してくれたりとか、もう大活躍だったんですけど、最近ちょっと足を悪くされてですね、さすがに選挙の応援はもうあまりされてないんですけども、そんな感じでですね、非常に盛大でした。チアの動画すごいバズってるみたいですね。あ、そうそう、すごいバズって統一教会のなんかダンスみたいとかって叩かれてましたね。まあね、違うけどね。あれってもう音北さんも大学の時からずっとやられてた？いや全然やってなくて。あ、突然の乱入だったんですか？乱入で、まあでもそういう段取りで多分練習してたんでしょうね。僕も知らなかったんですけど、まさか一緒にやると思わなかったんですけど、まあ、ダンス好きなんでね、これは入って踊るしかないと思ったんじゃないですか。個人的にはまあ、そういう、ある種まあ、応援してくれる人たちのパーティーだから、ファンサービスじゃないけど、ね、すごい楽しいパフォーマンスで、自分も入って盛り上げるっていうのは、非常に素晴らしいサービス精神だと僕は思いますけどね。なんか改めて大学からずっと見てきてて、それだけ人に応援されてる音北さんってどんな方なんですか？もちろんなんかね、嫌いな人もたくさんいると思うんですけど、でもね、僕はね、彼は非常に努力家だと思います。むちゃくちゃ努力家です。まあ何回も言ってますけど、一緒に住んでた時があって、北区の住所でシェアハウスしてたんですけど、男3人でね、僕がなんか飲んでわーっと帰ってくると、リビングとかでね、ブログ書いてるわけですよ。もうね、365日ずーっとブログ書いてて、すごいなと思いましたけど、あれできないですよ。
だから、なんか結構ね、あいつどうなのみたいな言われたりするんですけど、僕は結構どんなやつかっていうのは、むちゃくちゃ努力家って言います、ね。とにかく努力の男。もちろんね、どうやったら自分が目立てるかみたいな、そういうなんか、そういう精神で動いてるところは、もちろんあると思いますけど、そういうの嫌いな人もいると思いますけど、それだけだとね、やっぱりそんな生き残れないですよね。まあそれはそれであったとしても、ちゃんと土台としてのその努力、圧倒的努力、この力ほんとすごいですね。長い付き合いになってきてて、その関係性とかって大学の時から、安倍さんから見てなんか変わってきてたりもするんですか？全然変わらないもん。いや、変わらないですね。変わらないです。変わらなくて、学生時代から、僕は結構ダメキャラだったんで、酔いつぶれての世話してくれたりとか、シェアハウスしてて、僕、お風呂場と脱衣所の掃除担当だったんですけど、風呂場の洗い方が甘いんだよとか、すごい怒られたりとか、細かいんだよね。小獣とみたいな。そういう関係が続いています。そういうのを平気で言い合えるぐらいの、まあ、仲だと思いますけどね。そんな関係性の安倍さんから見てて、それこそ次回の衆議院選挙に出馬されるっていう会見されてたと思うんですけど、なんか、あれの背景とか、気になってる視聴者さんとかもいらっしゃる。ああ、そうですね。裏返し。まあ、やっぱり彼は総理大臣になりたいって言っていて、総理大臣は国会の中心的な役割を担っている衆議院から、まあ、総理大臣が出ているという中で、もっと自分が挑戦していく維新を、大きくしていくと日本を変えていく上でも衆議院に挑戦したと。僕の地元のその東京12区北区っていうのはもともと音北の地元なので、東京12区で出なかったと思うんですよね、実はね。お前東京12区譲ってくれよとは言われてないですけど、ぼやぼやしてると俺は出るから、みたいな。そういうね、ことは常に言ってきたんで、まあ出たかった気持ちはあったと思うんですけど、それは物理的に僕がいるし、友人にも頑張ってもらいたいし、東京12区じゃなくて、他のもっと厳しいところで勝負して、もう一つさらにその選挙区を強くして、小選挙区を狙っていくという意味でも、挑戦をさらに、まあ厳しいけれども、まあ挑戦を決断したというのが背景なんじゃないですかね。党としては戦略みたいなことはあるんですか？東京1区っていう3選挙区が次立てなきゃいけなかったみたいな。いやまあでも東京1区っていうのは小長区ですから、やっぱり注目されるわけですから、もうその東京のど真ん中で、だからここはね、本当に知名度のある人とか、実力のある人が立って戦うっていう、維新から政調会長である音喜多駿が出るっていうのは、関東を盛り上げていく、東日本を盛り上げていくっていう意味でも非常に重要な拠点だと思います。同世代盛り上げていける。あ、そう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 。まあ、ずっと大学時代からの友人である音喜多駿が、節目である政治活動10周年、そして40歳、不惑の年と言われますけれども、こういう節目をいい形で迎えることができて、そしてさらに飛躍をするための挑戦をするということでですね、引き続きですね、友人として全力で応援していきたいと思います。一緒に東京、そして日本維新の会、盛り上げていきたいと思います。皆様も応援よろしくお願いします。では、皆さん、チャンネル登録、ぜひお願いします。ようやく1140超えました。まだまだ亀の歩みなんですけれども、どうか応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。日本維新の会。